春日警察署では春日市と大野城市、中川市にある介護施設の職員などおよそ80人が集まって偽電話詐欺被害防止緊急会議が開かれました。会議では去年1年間に福岡県内で発生した偽電話詐欺の被害がおよそ13億3000万円に上り、このうち6割ほどを高齢者が占めていることなどが報告されました。その上で今後警察が発信する詐欺事件の発生状況や手口などの情報を施設の利用者に伝えるよう協力を依頼しました。自分から外に出て行って防犯の情報に触れることがなかなか少ない方なんですね。こういったいわゆる情報が行き届いていないかもしれないという人を一人でも減らしたい。警察は今後3つの市にあるおよそ90の介護事業所に対し逐次情報を発信していくということです。